もしもし、変わりました。見ないです。ともえちゃん、その後はいかがですか？悪い男性に騙されて、身も心もボロボロになったりしていませんか？お久しぶりの前にいきなりそれですか。セクハラで訴えますよ。セクハラ？何ですかそれは。セクシャルハラスメントの略です。女性に対して性的な嫌がらせをしたり、卑猥な言葉をかけたりする迷惑行為を欧米ではそう言うんですよ、大石さん。なんでしたら国内第一号の判例になってみますか？おやおや、ちょっと会わない間に冷たくなっちゃいましたね。昔はクラちゃんと気安く呼んでくれる仲だったのに、なんだかちょっとショックですよ。それは妹です。何度も言いますけど、私は巴で、妹はまどか。あの子に対してみたいな感じで接してこられても私は嬉しくありません。むしろ迷惑。これ以上おちょくるならもう切りますよ。なまあまあ、そう本気で怒らずに、ささくれだった日常を和らげるちょっとした癒しのジョークですよ。癒しじゃなくていやらしだっつの。それはともかく、何かご用ですか？本当に気晴らしにかけてきただけなら、今から沖宮に乗り込んで蹴っ飛ばしてあげますけど。おー、怖い怖い。カモシカみたいなともえちゃんの足で蹴られたりなんかしたら、ちょっとはこのビールっ腹も引っ込んでくれますかね。何言ってるんですか。怖いなんてちっとも思ってないくせに。だいたい大石さんは。実はね、ともえちゃん、ちょっとマジに力貸してもらいたいんですよ。え？最近そっちの山間で殺人事件があったそうですね。ほら、ドラム缶に詰められて不審火にこんがり焼かれた女性のやつ。ええ、つい数日前に。でもあの事件、うちの現場じゃなくてお隣の県警さんの管轄でしたから、現場検証は途中までしかやっていないんですけどね。そこで焼かれた仏の高野美代ってのは雛見沢の看護師なんですがね、どうやらおかしなところが出てきているんですよ。おかしな？何か不審な点でもあったんですか？いやね、そのお隣さんの鑑識から司法解剖の診断書を回してもらって読んだんですが、どうも修正箇所が多いというか、ちょっと信憑性が低いんですよ。おまけに不明な点を質問してみても全く戻しがなしのつぶてでしたね。あそこの鑑識課って腕が悪いくせにやたら閉鎖的な人多いですしね。まともに相談に乗ってくれそうなのは若手の松岡くんくらいですよ。にしても今時、海外の法医学研修の経験者が彼一人だけなんて、犯人を捕まえる気がないってことでしょうかね。DNA 鑑定も視野に入れた法改正が検討されているご時世だってのに、まったく。それでですね、ちょっと巴ちゃんの肩書きとコネをうまく使って、その若い彼に本当のところを確かめてもらいたいんですよ。特に死亡推定時刻のあたりを。
死亡推定時刻？ひょっとしたらですが、被害者が生前渡流しに参加していたことを突き止めた隣の県警が辻褄合わせのために鑑識に行って修正させたんじゃないかなってね。え？それって改ざんしたってことじゃないですか。事実なら大問題ですよ。まあ単なる書き間違いで修正しただけかもしれませんが、書き直される数字の方が正確な時間だったとしたら、結構笑えなくなるんですよ。さっきも言ったように被害者の看護師、その前日に村祭りの会場で何人かに目撃されていましてね。だから一日違えば、すでに殺されていた人間が歩いていた？ありえない。つまりそういうことですね。察しが良くて助かります。ただまだあくまで憶測の範囲内ですので、裏は取っておきたいんですよ。連中から真相を締め上げる前に、信用のできる筋からね。わかりました。とりあえず松岡君につないで確認してみますと。さすがにもう上がったかもしれませんね。明日の朝一でも大丈夫ですか？確認したらすぐに大石さんにお知らせしますので。それで結構です。助かります。にしてもともいちゃん、あんまり遅くまで残っていないで、そろそろ帰ってはどうですか？夜更かしは美容の大敵ですよ。お気遣いは感謝しますが、これでも私は管理職なので、片付けなきゃいけない仕事がいっぱいあるんですよ。おお、そいつは失礼しました。そんなお忙しい中、余計な仕事を増やしてしまってすみませんね。あ、いえ、そんなことないです。大石さんには、今までにもお返ししなきゃいけない借りがたくさんありますからね。これくらいのことはお安いご用ですよ。お金に関することでなければいつでも喜んで。そう言っていただけると私も心強い限りですよ。持つべきものは物分かりのいい上役と腰の軽い後輩、それに優秀なキャリアがつけば、まさに鬼に金棒ってところですか？なんだか大石さんにそう言われても、からかわれてるようにしか聞こえないんですが。大石さんこそ、もうお年なんですから、無理はしないでくださいよ。年金をもらう前に行っちゃったら、大金の払い損なんですから。おお、トモイちゃんも言うようになりましたね。まあ睡眠ももちろんですが、お風呂もちゃんと入った方がいいですよ。今のあなたはきっと日本で一番に酔う女刑事さんですからね。ちゃんと毎日洗ってきれいにしてます。匂いなんかしません。なそれじゃ良いお年を。
ああ。シャワー浴びてこよう。